さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、GTX980 になります。GTX980? はい、こちらは久々にハードオフで購入したんですが、そのお値段なんと、1万1000円だったんですよね。しかも今回はジャンクではなく中古で売っていたので、動作確認も問題なさそうなんですよね。いや中古で1万円で GTX980 は分かったけど、なんで買ってきたの？それなんですが、この GTX980 というのが、GTX900 番台では上から2番目の性能を持つグラボなんですよね。まあ GTX980Ti の上に GTX TitanX っていうのもあるんですが、まあそれで900番台とはいえ、上から2番目のグラボが、1万円で売っていたので、今でも使えるのかな、と思って今回購入してみたわけです。なるほど、そういうことね。なんか怖い。もしこの動画を見て GTX980 が今でも使えると思ったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編行ってみましょう。ということで今回改めて購入したものですが、GeForce GTX980 になります。こちらはギガバイト製のグラフィックボードとなります。発売は2014年のもので、発売当時の価格が約8万円となっております。発売当時8万円。はい、当時のハイエンドグラフィックボードとして発売されたので、今見てもかなり高いですよね。今現状新品で8万円で買えるとしたら、RTX3060Ti とかですかね。そう考えると確かにこのグラボのポテンシャルはすごそうね。で、今でもヤフオクとかで相場を見てみると、安いものだと1万円ぐらいでたまに落ちてますが、平均すると1万5000円から2万円ちょっとといった感じなんですよね。まあヤフオク相場から見たら、相場よりちょっと安いって感じかしら。ですね、ちょっと前までは高騰化のせいで、この GTX980 ももうちょい相場が高かったみたいです。で、こちらはメモリが GDDR5 の 4GB のものとなります。まあ今と比べると少しメモリが少ないかなって感じもしますね。またこちらは3連ファンタイプなので冷却性もそこそこいいんじゃないかなと思います。この3連ファンは、Windforce Force 3X というらしいです。名前はかなりかっこいいわね。出力は、デュアルリンク DVII×1、DVID×1HDMI×1、ディスプレイポート ×3 となります。何これ一つのグラボで6画面出力できるの？公式ページには4モニタマルチディスプレイでゲームがプレイできます。と書いてあるので4画面まで対応っぽいですね。補助電源は8ピン ×2 となります。補助電源は、今のグラボと大差ないわね。ですね。ということで GTX980 の簡単なスペック紹介でした。では続いて実際に動かしてみましょう。シュラララ。今回の検証機はこちらになります。CPU は i3-12100F を使うの。はい、それなんですが、今回せっかくなので、先日発売された RTX3050 や RX6500 とも比較してみようかなと思っています。ああなるほど、だから i3-12100F なのね。ですです。ということでこちらが Windows に入ったところですね。中古ということで今回は起動シーンを撮らなかったのですが、問題なく立ち上がりました。では早速検証に行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。それではやっていきましょう。設定は最高品質、フル HD になります。画面上では左から GTX980、RTX3050、RX6500XT となります。最初の戦闘シーンですが、GTX980 と RTX3050 が結構いい勝負になってますね。ただ平均 FPS を見ると RTX3050 が少し優勢といったところでしょうか。続いてシーンを切り替えてみました。FPS を見ると、やはり RTX3050 といい勝負といったところでしょうか。900番台とはいえ、ハイエンドグラボだと今のエントリー向けグラボにも匹敵するのね。まあ逆を言えば今のエントリー向けグラボがかなり強くなってるとも言えますけどね。では結果を見てみましょう。スコアはこのようになりました。GTX980 は2位でしたが、かなり高いスコアが出ましたね。確かに結構すごいわね。では続いていってみましょう。ファイナルファンタジー15。それでは FF15 ベンチマークもやってみましょう。設定はフル HD の高品質で行っております。さすが FF15、FPS が60も出てないですね。じゃあ、気をつけてね。揃った。オーライお姉さんも言ったので結果を見てみましょう。
結果はこちらも GTX980 が2位という結果でした。平均 FPS を見ると FF15 だと60は切ってしまうみたいですね。では次行ってみましょう。フォートナイトもやってみました。こちらはどれも FPS がすごく出るので、最後に参考 FPS だけの記載とさせていただきます。設定はフル HD の 3D 解像度と描写距離マックスのパフォーマンスモードで行いました。今高画質ですが、すでに GTX980 で 200fps 以上出ているので、こちらは問題なくプレイできそうですね。地面についても 200fps を軽々超えてくるので、このフォートナイトって本当にやりやすいゲームなんですね。この後15分ぐらいフィールドを散策しながら戦闘をしたりしたんですが、平均 FPS は300前後だったので、こちらは問題なくプレイできそうですね。ちなみに平均 FPS で言うと、RTX 3050が平均 370fps、RX 6500XT が平均 150fps という結果となりました。では続いていってみましょう。Apex Legends。 まずは訓練所のわちゃわちゃからいってみましょう。設定はフル HD で、デフォルト設定となっております。FPS だけ見ると GTX980 と RX6500XT がそこまで差がなさそうですね。さすがに最新のゲームとなると GTX980 が少しきついのかな。少し重くなる爆撃シーンも見てみましょう。やはり爆撃シーンとなると FPS がだいぶ落ちますね。続いてはモデルディテールのみ購入した競技設定にしてみました。先ほどのデフォルト設定に比べるとかなり FPS が高くなったのがわかります。続いて爆撃シーン。競技設定でもかなり FPS が落ちてますね。では最後に GTX980 で戦闘も行ってみましょう。高画質ですね。ギリギリ 60fps を超える感じでしょうか。高画質は戦闘するわけじゃないから、あまり FPS にこだわっても仕方ないかなとは思いますが。地上に降りてきました。100までは行きませんが、60fps 以上は出ているみたいです。これは戦闘の様子やフィールドによって違うので、ご注意ください。60から80ぐらいは平均して出ていますね。では今回は最後にもう一つやってみましょう。え、何やるの？それはエルデンリング。今流行りのエルデンリングもやってみました。こちらは 60fps が上限みたいで、設定はフル HD の最高画質設定にしてみました。初めてやったので操作方法がおぼつかないですが、 FPS は60付近をうろうろしていますね。Apex のような激しい銃撃ゲームだと結構 FPS の上下がありますが、このエルデンリングなら GTX980 でも余裕で遊べそうですね。お、最新の人気ゲームも遊べるならこのグラボもなかなかいいわね。ですね。はい、ということで今回は、ハードオフで1万1000円で購入した GTX980 のご紹介でした。900番台とはいえ、ゲームによっては 60fps 目安でも、十分遊べそうなグラボね。ですね。ということで今回はここまで。なんですが、実は、はい、なんと同じ GTX980 をもう1枚購入してあるんですね。え、なんで2枚あんのよ。この GTX980 を買ったお店で、ショーケースから出してもらったら、なんと2枚あったんですよね。これはもう買うしかないかなと思って。ちょっと何言ってんだこいつ。え、いやそれなんですが、2枚同じグラボがあるということは、そう、SLI ができるんですね。SLI? その辺はまた次回お話ししたいと思いますが、もしよければコメント欄に、SLI でやってほしいことを書いてくれると参考にしたいと思います。SLI 初心者なんで全部できるかわかりませんが。ということで本日はここまで。もしこの動画が面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけんポン。またねー。